はい、コナンです。妖怪ウォッチプリプリの次のイベントの情報が入ってきました。内容についてはリーク情報を元にしたコナンの予想になります。次のイベントは映画妖怪ウォッチ連動第1弾ということで、妖怪ウォッチエルダ・ジンがね登場します。期間はですね、12月16日日曜日から12月31日月曜日までということで、形式はですね、マップですね、そして玉壊し、ポイント玉が降ってきてそれを壊してね、 Y ポイントを稼いでいく、まあそんなイベントになります。映画妖怪ウォッチ全妖怪が泣いた、プニプニ課金者も泣いた、シリーズ史上最も泣ける衝撃の妖怪ウォッチということで、12月14日ロードショー、今週ね映画が始まります。今回のイベントなんですけども、マップはですね3プラス1ですね。桜元町昼、妖魔界、うろうろメインストリート、最終決戦、そして追加でねもう一つマップが来ます。まあプニプニのね映画イベントではよくあるパターン、でっかいマップが3つとちょろっとしたマップが1つと、まあちょろっとしたマップなんだけども、すっごい強敵が出てくるっていうね、これはね激アツですよ。12月23日から追加マップということで、桜元町夜です。ボスはですね分かりません、何なんでしょう。まだねちょっと映画見てないんでどういう内容なのかは分かりませんけども、まあクリスマス激アツなことは間違いなしでしょう。妖怪ウォッチエルダ・ジン、これなんですけども、まあ今回のね映画に出てきます。妖怪アークと呼ばれる鍵のようなアイテムを指して妖怪を呼ぶタイプに似た妖怪ウォッチエルダ・ジンが今回の映画60年代にも登場する、ゴッドサイドの妖怪のステータスをアップする、まあそんなウォッチになるんじゃないかと思います。これもね必須ですよ。まあ作るの大変なんだけどね。妖怪ウォッチエルダ・ジンの制作なんですけども、エルダカバー1個、エルダボディ1個、エルダベルト1個、エルダチップ20個、エルダのかけら10個、これをですねマップで集めて時計屋に持っていくと作ることができます。まあ何が大変かっていうとね、エルダチップそしてエルダのかけら、これが全然集まんない、まあいつものことなんですけども、まあ言ってもね冬休みなんでもうプニプニやりまくれるんでね、まあこれは頑張ってね作っていきたいなと思います。初日に作るぜ。今日のメンテナンスでですね、妖怪大辞典に追加がありました。12体ですね。イサマシ族はありません。不思議族に SSS ランク、そして豪傑族はありません。プリチーが SSSAB、 ポカポカ族が B ランク、ウスラカゲ族が S と C ですね。ブキミー族が A ランク、ニョロロン族は今回ありません。そしてカイマになんと SSS ランク、王族にですね SSS ランクがまさかの2体ということで、今回 SSS ランク4体来るの、もうとんでもないことになっています。そしてボス妖怪が4体ということで、まあこれはほぼほぼマップ確定と思っていいでしょう。まあ争奪戦だったらねボス妖怪3つなんで、まあ、4つということで追加マップありのマップなんじゃないかと思います。注目の妖怪なんですけども、支援、こちらランク SSS ランク、種族は王ですね。入手方法はガチャじゃないかと思います。閻魔大王の座を狙う圧倒的な力を持った妖怪、神たちの前に立ちはだかる、怖そうな顔してるよね。賜物前、 SSS ランク、種族はカイマ、入手方法はこれはね強敵枠なんじゃないかと思います。人の魂を喰らう恐ろしい魔女、日本古来から存在して町に潜んでいるという、剣神アマテラス、 SSS ランク、種族は不思議族になります。入手方法はガチャですね。ククリ姫、ランク SS ランク、プリチー族、入手方法は Y ポイント交換じゃないかと思います。イザナギとイザナミの夫婦喧嘩を止めたことから夫婦円満の神様、あの世とこの世をつなぐ神様と言われている。そして今回の映画でも非常に重要なポジションを占めてくる猫股、まあ、見た目若干ジバニャンチックですけども猫股、ランク S と C ランクで登場します。入手方法はガチャか、 C ランクの方がねコード入力でもらえるんじゃないかと思います。大きな耳とふさふさの毛が特徴、
可愛い容姿と裏腹に性格はひねくれ者、相当ひねくれてる感じがするよね。さあ今回のね映画連動イベント運営としてもねすっごい力が入っているのが伝わってきます。いつもだったらメンテナンスが入るのはイベントの前の日なんですよ。今回はいつもよりちょっと早くねメンテナンスが入りました、これはね相当気合が入っている。多分ね、土日にかかるんで運営ね多分忘年会なんですよだからちょっと前倒した、多分それだけのことなんじゃないかと思いますけども、追加マップありと、もう本当に楽しみです。さあ皆さんはね次のイベントどんなイベントになると思いますでしょうか。コメント欄で教えてください。以上コナンでした。バイバイ。